心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は3月28日。3月ももう終わっちゃいますね。次の放送は4月なんだね。ということで、桜見に行きたい。どうなんだろう、28ってもう今年は例年より早く咲き始めているとかって話もあるから、もう28日の時点で満開を迎えているところもあったり、散り始めちゃったりとかってもあんのかな。ねえ、お家で桜も飾りたいななんて思っていますよ。そして、前回は100回だったんですよ。あの動画回ご覧いただいた皆さんありがとうございます。もう私絶賛、あのもうみんな知ってる通り2本撮りなので、あのあれを撮ったあとすぐにまた私この101回目を収録してるんですが、もうね、カバンの中が無印のお菓子でいっぱいある、嬉しい、とってもみんな無印いってね。はい、ということで何の話だって感じですけど、はい、それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネームチョイミーさんからいただきました、動物園にいる動物といえばウサギ、ヒヨコ。小原好美の心置きなく。改めまして小原好美です。いや、まあ動物園って言ったら普通はね、王道なライオンとかさ、なんかまあゾウさんとかお猿さんって言うと思ったら、今自分の身に任せて言ってみたらウサギとヒヨコ。ウサギとヒヨコは思い出があって、あのちっちゃい時に、あのほんと2歳ぐらい、あの学園ベビーシッターズっていうアニメご覧になった方いらっしゃいますかね。本当にその子たちぐらいちっちゃい、3歳ぐらいかな頃に、あの両親に連れて行ってもらって、ヒヨコをこう手で包んであげて、あーかわいいって言った後、ウサギさんも見に行こうねとかって言って、うちの母がウサギ年なので、だからウサギのなんか話とかよくしてもらってたから、偶然にもね、だからママのウサギさんだからウサギさん見に行くって言って、ウサギも触れるなんかこうコーナーだったのね。したら、はい、ウサギさんかわいいって言っていい子いい子してたの。したら、あのウサギって蹴るじゃん、他のウサギたちからベシって蹴られてズテって転んだ思い出があったり、あとは小学校の時、あのミントっていうウサギを飼っていたんですよ、あの小学校でね。そうそう、そういう思い出もあったか、今真っ先にパッて出てきてしまった。なかなかね、動物と触れ合う機会って最近ないですよね。家にまあ猫ちゃんがいたりとかしますけどね、やっぱ動物は可愛いよね。うん、ということでここからはふつおた読んでいきますよ。ココネーム、MFN3 さんからいただきました。ありがとうございます。小原さんこんにちは。こんにちは。小原さんは石上静香さんの、本妻で古賀葵さんの母親ですが、小原さんが夫の場合本妻は誰にしますか、かっこ声優さんでお願いします。なるほど、面白いメール。確かにズッチが旦那さんでね、私は小顔いの母親っていつも言ってるんですけど、あ、じゃあズッチと小原さんの間に生まれたのが、あの、小顔いちゃんなんですかっていう風に言う方もいるけど、察してそこは。私が夫の場合？誰？さっき言ってたんだけど、作家さんから、スミペはって。スミペの場合は、私はもみくちゃにされるから、なんか必ず顔のほっぺふにふにされたりとか、あー、小原さんね、あー、かわいいですね、ははははって言われるから。あ、スミペ、あーってなるから、いつも。なんだろう。でも、年下の子とか、なんか、しっかりしなきゃっていう風に自分が思うとスッてスイッチ入ったりするから、娘でもあるんだろうけど、小顔ちゃんといるときは男っぽくなるね。なんでか。
声のトーンも低くなってるし、あのそれはラジオだけじゃなくてプライベートっていうのかな、でも声のトーンが低くなることよくある。なんかまあ別にそんなに頻繁にではないけど、彼女もマンホールとか好きだから、いろんなとこ写真撮ってたりするときにすってこう車道側に回ったりとか、なんかそういうことをしたりするから。確かに前あの国レディオでも言いましたが、私が男になったら小顔を絶対に落とせます。はい、落とす方法を知りたいという方はぜひあのご応募ください。まあ小顔は渡しませんけどね。はい、ということで続けて読んでいきますよ。ココネームインスタントシュガーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。お米って美味しいですよね。そのまま食べても美味しいんですけど、おかずなど何と一緒に食べるかでも味わいが違いますよね。そこでココちゃんに質問なのですが、おかずでもふりかけとかでも何でもいいので、ココちゃんのこれがご飯と一緒に食べると最強というものがあれば教えてほしいです。なるほど、時間帯的にも飯テロ時間だね。なんかな、やっぱでも王道な納豆ご飯かな。納豆ご飯すごい好き。あとはあのマグロのたたきがさ、スーパーに売ってたりするじゃない。だからネギトロ丼とかよく家でやったりするんですよ。だからネギトロ納豆とかかな。でもそのまま食べてほしい。やっぱり私おにぎり好きなんですよ。だからご飯なんだけど、お塩の塩むすびも好きだったりしますね。なんか割とシンプルなものが好きだったりするかな。なんか男性だと麻婆豆腐とかね、いたりするよね。カレーとか。うん、そんな感じかな。ではでは、続けて読んでいきますよ。ペンネームガチャガチャさんからいただきました。ありがとうございます。小原さんこんばんは。こんばんは。今私の中で一人〇〇がブームになっています。現状大人数で集まることが難しいというのもありますが、あえて一人でいろいろしてみるのもありだなと思っていて、一人焼肉とか近場へ一人旅などちょっとしたことにチャレンジしています。もしも小原さんが普段はしてないけどあえて一人で何かチャレンジするとしたら、どんな一人まるまるをされますか？ぜひ聞いてみたいです。一人でいろいろやっちゃうんだよね。買い物も基本一人でパーって行っちゃうし、あとは一人好きやとか、なんかそういうとこも入ったりするし、一人焼肉は経験ないんですよね。慣れちゃったら良さそうだけど。あとなんだろう、してみたいこと、一人ピクニックとか。なんでそんな笑ってるんですか？あ、散歩になるんじゃないかって。あれですよ、ビニールシート持ってですよ。なんか微妙みたいな話されて、なんで。いや、なんかなんだろう、例えばまあ都内だとなんだ、代々木公園とか。まあ今はね、あのあれ難しいと思うけど、あの全然あのみんながマスクする前の頃ですよ、とかはなんか楽しそうなカップルとかさ、おじいちゃんおばあちゃんとかちっちゃい子たちがわーっていたりとか、私もそこにちょこんと一人で行くっていうのもありなんじゃないかなって思うけど、どうなんだろう。いや、ココラジのスタッフさんは一人ピクニックって感じだったけど、みんなどう思う？教えてください。ということで続けて読んでいきますよ。ココネームシンジムさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。僕の勤めている会社は比較的髪色が自由なので赤みがかった茶髪にしていたのですが、この度、転職活動を始めるに至って、黒髪に戻しました。最初は一周回って黒髪ありだなと思っていたのですが、今はやっぱりいろいろな髪色を試したいなと思っています。ココちゃんは黒髪に戻そうと思ったり試してみたい髪色ってありますか？なるほど。確かにね、仕事また転職するっていうと真面目な印象を伝えるためにも暗めの色が良かったりしますもんね。私は比較的こういう声優の仕事ってまあ自由だから、どういう服着てもどういう髪型をしてもって、だから人生の中で最近挑戦で全部の髪をブリーチするって最近までやってましたが、楽しかったな、ああいうことをするのも。ただ母親はね、まあ娘だからって親子だからっていうのもあってストレートな意見をくださるんですよ。私が
最初ブリーチしてすごく髪明るくした時は、なんかフカヒレみたいだねとかっていう謎の感想を言ってきたりとか、あとは私生まれつきなんだろうな、焦げ茶っぽい髪色をしてるんですよ、あの地毛は。そうだから黒髪の私っていうのは、あの母親もこう生まれて、私が生まれてからずっと見てきてないから、私が黒髪にしたりすると、似合わねえ、って言ったりするの。そうそうそう。最近髪の毛ちょっと短くして、あのブリーチも落ち着かせて今暗い髪に戻したので、黒っぽい色に近い色にして見せたら、なんか雰囲気変わったね。なんか大人の女って感じちょっとするじゃん。若い頃のママみたいとか言われた。なんか。なんで全部自分に置き換えるんだろうね。でもね、確かにうちの母親って若い時めちゃめちゃ美人だったんですよ。いや、今もとっても綺麗なんですけど。黒髪ロングの三つ編みで、片方に三つ編みで下ろしてて、すごい髪長かったの。前の、さっき出した小顔いちゃんぐらい髪長くて。で、赤いリップをしてたの。なんかすごい綺麗な。ママ綺麗でしょみたいにいつも思ってたけど、まあそんな母親が数十年するとアフになるんですね。私もアフになってしまうのでしょうか。これ以上は聞いていると思うので言わないでおきます。では続けて読んでいきます。ココネーム丸腰葵さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。初投稿です。ありがとう。いつも楽しく配置をさせていただいております。はい、僕は最近低カロリーの料理を勉強しています。先日豆腐ハンバーグを作りましたが、豆腐の扱いが初めてで、水切りが難しかったですが美味しくできました。素晴らしい。ココちゃんのおすすめの低カロリー料理食材があればぜひ教えてください。最近ね、みんな気をつけてたりするよね。おうち時間増えたりしてるから。私はスープ系鍋系をよくしていますよ。キャベツ、人参、キノコ、玉ねぎ、あと何でもいいです。野菜だったら野菜をとにかくぶっ込んで、で鍋いっぱいになっちゃうから、最初は少量の水で蒸す、蓋をして蒸し始めて、でだんだん野菜がこう水分が抜けて、つゆっていうか水分量がこう野菜から抜けるから、こう野菜がどんどん浸っていくのね。そしたらコンソメとか、あとははたまた牛乳とかを使って、なんかそういうまろやかなスープを作ったりとか、あとはトマト缶買ってきて、ミネストローネだっけみたいにしたりしている。なんかすごいそういうダイエットの、なんか上級者的な方の YouTube を拝見すると、味付けをしない鍋だけ作っといて、でその飽きちゃうから味に、毎回毎回食べる分だけよそったら、そこに調味料を入れて味付けをして、毎回こう味変してその鍋を食べていくっていう人もいるらしいけど、毎回味付けするたびに苦戦するのも怖いから、私は一回にバッて味付けしちゃうんだけど、みんなはどんな料理食べてますか？ね、でも豆腐ハンバーグすごいね。私作ったことないよ。尊敬します。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。それでは、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ありがとうのコーナー。こちらは、リスナーの皆さんからいただいたありがとうと思ったエピソードを送ってもらい、みんなでほんわかしていこうというコーナーです。では、読んでいきますよ。ココネーム。まさゆきさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんにちは。こんにちは。横浜音祭りでココちゃんのファンになってからずっと家族で応援しています。ありがとう。私がありがとうと言いたい相手は夫です。夫は朝が弱い私に代わって仕事があるのに毎日朝5時に起きて、朝食と娘の幼稚園弁当を3年間ずっと作ってくれました。娘が5歳の頃、他の子はお母さんがお弁当を作っているのに、なんでうちはお父さんが作っているの？と夫に尋ねていました。すると夫は、お父さんは料理が好きだから作っているだけだよ。お母さんは掃除をしてくれているでしょ。自分が得意なことをやればいいんだよ。と言っていました。夫は家事が苦手な私を一度も責めたことはありません。毎日昼間に送ってくれるメールの最初の一文は、
いつも育児お疲れ様ですとあります。本当に素敵な人です。結婚12年目、私は、家事がすごく苦手で、いつも助けてもらって感謝しています。これからもよろしくお願いします。なんてもういい旦那さんっていうか、いや、これ送ってくださっている奥様が多分素敵な方なんじゃないですか。だから旦那さんも寄り添ってくださってるんじゃないですかね。12年目素晴らしい。10年目の時もここちゃんにメール読んでもらいました。そうですね、そっか。え、いいな。そんな二人の間にいるお子さん絶対ハッピーだってし、いいじゃん。お母さんがみんな作ってるのに、そんななんかお父さんに私は作ってもらえてるって、なんかちょっと特別感あるし、家族がこうやってバランス取って仲良くしてるって本当に素晴らしいことだと思いますよ。いいな、こういう家族。いつか、いつか私もなれたらいいなって思いますね。はい。では、続けて読んでいきます。ラジオネーム、限界就活生ダンゴムシさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんにちは。こんにちは。初メールです。ありがとう。自分がありがとうと伝えたいのは自分の教え子です。自分はアルバイトで水泳のインストラクターをしており、下は3歳、上は中学3年生までと幅広く教えています。先日、レッスン終わりに、コーチのおかげでターンがうまくできるようになったと、6年生の女の子が自分に言ってくれて、それに同調するように5歳の男の子が、僕も潜れるようになったと言ってくれました。今年僕は、就職活動で行きたい企業に内定をもらえるのだろうか、そもそも無事就職活動が成功するのだろうか、などマイナス方向に考える時間が増え、メンタル的にきつい状況が続いており、教え子たちは何気ない一言だと思いますが、今の僕には前を向ける一言でした。みんなありがとう。あと1年しかプールに来れないけど、上手に泳げるように頑張ろうね、というお便りです。いい話だね。なんかアルバイトでインストラクターをし始めたっていう、その些細なきっかけかもしれませんが、そうやって子供たちと出会って、まあ子供たちってなんだろう、素直っていうか正直だったりするから、そういうストレートな、しかも嬉しい言葉って刺さりますよね。なんかその日一日、話はちょっと関係ないけど、その日一日、なんか、ああ、ちょっと今日かたるいなーとかって思いながら仕事に、例えば出た日ね、なんか接客したお客さんから、いやーなんかあなたに接客してもらえてよかったとかって言ったり、ニコニコしながらそのお店を出て行かれてる姿を見るだけで、人って気分変わらない？あ、今日一日とってもいい日になったみたいになるじゃん。だから、人ってやっぱ人とのこうつながりっていうか、言葉の力ってすごいんだなって改めて感じますよ。いや、就職活動頑張ってくださいね。応援してますよ。ありがとうございます。ではでは続けて読んでいきます。ここネーム、のぶちぃさんからいただきました。ありがとうございます。私は一人っ子なので兄弟はいません。でも小学1年生の時に弟がやってきました。ミニチュアダックスフンドの男の子、名前は銀です。私が小学生の時に銀と一緒に外でいっぱい遊びました。中学生の時、辛いことがあって泣いている私のそばに銀はずっと寄り添ってくれました。高校生の時は少し遠くの離れたところまで一緒にいろんなところに出かけました。私が専門学生の時、銀はお散歩に行きたがらなくなりました。私が社会人になった時、銀は15歳になっていました。一日中寝ていることが多くなって、自分の力で立てなくなってしまい、休日は銀のそばにつきっきりでした。銀が16歳の誕生日を迎えてすぐのある日のこと、水を全く飲んでくれなくなりました。私は日頃の疲れと水を飲んでくれない焦りで、つい銀を強く叱ってしまいました。その日の夜、銀の容態が急変しました。一晩中寝ずに銀のそばで声をかけ続けました。ですが、夜が明けて早朝、大きな声でワンと吠えて銀は天国に行きました。どれだけ泣いても声をかけても銀はもう動くことはありません。あの日からもうすぐ3年の月日が経ちます。銀がいてくれたから寂しくなかったよ。辛いことも乗り越えられたよ。最後の最後まで怒ってしまってごめんなさい。天国でいっぱい走り回っていてほしいな
私にいっぱい幸せをくれてありがとうというお便りでした。ペットが天国に旅立ったっていう、ありがとう、いつもありがとうねっていうお便り普段たくさんいただくんですよ、このコーナーで。今回選んだのは、なんかこの文章から本当にずーっとこの人とこの銀って一緒にいたんだな、仲良くしてたんだなって感じたし、まあ最後の時はね怒っちゃったってここに書いてるんだけど、まあそれだけ長い間一緒にいたから銀はきっと分かってくれていたんじゃないかなって思いますよ。あとはなんだろう、母親と話してたんですけど、やっぱり人間と動物の寿命って比べると、動物の方がちょっと短いじゃん、ワンちゃんと猫ちゃんなんだしね、短いから、どうしても自分たちがそのペットの旅立ちを見送ることになるんだけど、自分がいざ亡くなったら迎えに来てくれるらしいんですよ。わかんないよこれは、いろんな話があるから。だから母親が言ってたんだけど、三途の川に自分が行くってなった時にはきっと実家にいる黒猫のクーがね迎えに来てくれると思うのとかって言ってて、いやめっちゃ横で元気なクーいるんだけどそうそうそう、だからずっとペットとその飼い主との関係はずっと続いていくんだっていう、なんか絵本とかでもあってね。だから私とママは結構そういう話信じていて、うん、だからそういうのもあるから、まあノブジーさんの元からは離れていったけど、多分ずっと寄り添っていてくれるんじゃないですかね。はい、ということでじゃあ続けていきます。ココネームテラッとテラテラさんからいただきました。ありがとうございます。ココさんこんにちは。こんにちは。今回ありがとうを送りたいのは、6年来の親友です。出会ったのはお互い高校2年の頃、お互いの高校は違ったのですが軽音部つながりで知り合って、一緒にバンドを組んでいたこともありました。僕は専門に行くため2年間上京し、卒業後地元に戻ってきましたが、今度はその親友が今年学校を卒業し就職のため上京します。そいつとはよく遊んだり、時には殴り合い寸前の大喧嘩にもなったり、お互いその時にあった悩みを話し合ったり、くだらない話を何時間も笑いながら話したり、本当に腹を割って話せる唯一の存在です。僕が上京した時は行ってらっしゃいと言われる立場でしたが、今度は立場が逆転して僕が行ってらっしゃいを言う立場になってしまいました。でもいつかまたその親友が地元に帰ってきたら、僕が、地元に帰ってきた時に言われたようにお帰りと言ってやろうと思います。最後に親友に向けてこの言葉を送ります。今までありがとな、まあ気をつけて行ってこいよ、ここで待ってるからな兄弟、という温かいメール。しかもね、写真をつけてくれて、バンドをして歌ってる、素敵な写真だね。本当にステージで歌ってる姿の写真と、もうお客さんもいっぱいいるよ。あとは友達と仲睦まじく写ったり、車内で一緒に写ってる写真。なんかこういう、なんか学生時代というか、まあ青春って言っていいんでしょうね、こういう思い出を持ってる方たくさんいると思うんですよ。でお互い社会人になると会える機会、それぞれ仕事違うから会える機会って減っちゃうんだけど、どっかねそういう思い出って心の支えになったりするんですよ。だからなんか私もちょっとふと思い出していいなって思ったんで、今回選ばせていただきました。ぜひね帰ってきた時は温かい気持ちで出迎えてあげてくださいね。ということで、ありがとうのコーナー、こちら今回4通読ませていただいたんですけれども、全部タイプの違うありがとうだったなと思って、こういう私のラジオに送っていただけたことが本当に嬉しくて4通選ばせていただきました。それぞれありがとうの形は違いますが、やはり改めてありがとうって言葉はすごく大事なワードだなって、言葉の力は偉大だなって感じましたよ。はい、ということで引き続き皆さんからのありがとうのエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく、小原
好みの心置きなくお別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネーム正幸さんにお送りしたいと思います。旦那さんにありがとうということで、ぜひ音祭りでキュアミルキーの格好をしていた人が作ったらしいよって、そのステッカーを旦那さんに見せてあげてください。知らないよ、何のこっちゃってなったらどうしよう。はい、いやー、なんかやっぱ結婚してね、共働きの方だとか、一生懸命頑張って子育てされてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、この正幸さん以外にも、私結構だいぶ初期の頃からご家族で応援してくださる方って結構いらっしゃってて、だからなんかね、本当にそのファンの方々というか、家族で応援してる方々、はたまた夫婦の方、応援したいなって、私もいつかそういう風になれたらいいなぁなんて思いながら今回読ませていただいたので、こちらの方にプレゼントします。はい、ということで、そしてアクリルキーホルダー、お守り型カイロケース、ステッカーのココラジスペシャルセット第3弾が通販サイト A&G ショップにて、現在発売中です。ぜひ皆さんよろしくお願いしますね。ということで101回目ということだったんですが、今回もあっという間だったな。なんかでもほんとみんなに支えられているなと、特にありがとうのコーナー読んでいて感じましたよ。では私から、お知らせです。 NHK の E テレにておとっぺというアニメが放送されておりまして、私はそこでオッタという水の妖精を演じております。そしてネットフリックスではヒルダの冒険というアニメにて、私はデイビッドのという男の子を演じております。そしてそしてドラゴンクエスト大の大冒険ではメルルという女の子を演じています。そしてもうすぐなんですが、アイ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 スクリーンという可愛いアイスのアニメにて、私はストッチーというハリネズミの、可愛いキャラクターを演じております。こちらは4月の6日から放送が開始されます。皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、今後もね、みんなにまたいいお知らせができるんじゃないかななんて思っていたりします。まだ言えませんが、楽しみにしていてください。そして今週の一言が、コンペイさんからいただきました。テストを頑張ったので以下のセリフをお願いします。ご褒美的な言葉がいらない人はここで切ってください。おトイレにどうぞ行ってきてください。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。テスト勉強頑張ったんだね。えらい。じゃあ頑張った君にご褒美。ぎゅー。嬉しい？